おはようございますお寺の朝から始まる暗用な生活あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト今週は浄土真宗本願寺派僧侶ケネス田中さんですトークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けしますこのラジオはノートマガジン 松本証券の北条庵よりお送りします。 おはようござい、ます、はいえー。今週は、えー、ケネス・タナカさんとおしゃべりをしていきます。よろしくお願いします。はい、こちらこそ。はい、えー、ケネス田中・タナカ・タナカ・ケネス。ジョージがタナカで。<笑><笑>はい、ケネスが名前。はい、そうですね。はい。でも日本ではケネス・タナカで活動されている。はい、そうですね。はい。 実は日本にあの、は、あの、就職、まあ50歳でに日本にまた戻ってきたんですけれど、その時に、あの、もうちょっとこう、普通の日本人にはないっていうことを示すために、あの、ケネスを強調した方がいいと思って。<laughs> あそうだったの、ね、いや、まあ、やっぱりや、やはりあの、私はちょっと、ね、日本で生まれたんだけど、10歳までいて、 それからアメリカに渡って育ったのでやはり普通の日本人じゃないですよね。あのまあ、今今回20年、二十数年日本にまた住んでますけれどやはりこうね違いっていうのは感じます。うんだけどまあ私よく言うんだけどあのあのよくハーフって日本では言いますよね。人種的なハーフ。はいまあ ハーフという言葉は私はあまり好きじゃなくてダブルの方がいいんですよね。だから、うん、あの日本人と、まあ、アメリカの日系人以外の人だったらあの、ね、ハーフじゃなくてダブルって言った方がいいと思うんですよ。うん、確かにハーフは,私自身は半分、ね。うん、あの人種的には100%日本人って、まあ、だけどまた日本人100%ってどういう意味かっていうね。に日本人も <laughs> ね、ピュアじゃ、ピュアっていうかね、元はね、南方、北方とかね、朝鮮半島とか、ね、アイヌもいるしそうですね。うん、だから私自身は文化的にはダブルって、だから文化ダブルって言ってます。まあ,あの、日本にはね、結構ね、いろんな人がいると思うんですよ。あの、まあ、まあ、人口的にも、あのね、 1%、2%は、あのまあ、2%ぐらいはあの外国籍の人が在住してますからね。うんうん、そして観光客入れると、まあ、ねまあ、何1年、最近はコロナの前は3000万人ぐらい入っていたんでしょ。うん、だから、まあ、あるどの日にちとってもですね、日本には、えー、3、4%は非、 あのがまあ、外国人という、はい、はいはい、がいると、はい、あのそうかだからそうですねよ要は見た目的にはまあパッと見ると100%、うん、まあいわゆる日本人っぽいっていうか、はい、なんっていうことですよねだけどもはい、はい、文化的にダブルであると。でこれちょっとななんか、うん、いきなり 本,本題から外れるようですけど <laughs> はい、はい、そうは言ってもあの私も、まあ、あのケネスさん以外にもなんかこう日系の血筋的にはいわゆるこう、まあ、日本100%日本はい、はい、だけど、まあ、人によっては英語しか話せないとかほとんどですよ。うん それはあの日系人の私の世代3世っていうか、はい、う私70ついてますけど、ね、みんなあの3世は日本語は話せませまんはい、はい、でそうすると文化的にダブルというかもうだいぶダブルもいかなくなっているような世代になってくるとなおさらなんかこうなんかひやっぱ日本,日本にいて日本文化って っていうかこう人間関係とかあと日本語っていう言葉もそうなんでしょうけどその中にいてできてくる後天的な,なんか表情の作り方とかなんかそういうのがあるような気がしててだからあのまあケネスさんもこう,うん確かに血筋的に日本人なんだけどやっぱなんかこう。 表情がアメリカ人っていうか、うん、<laughs> なんかそういうのってこう先天的<ら>後天的に、うん、なんかあるのかなと思う、ね、それはそ,それはありますよありますよねあの私の,あの日系人でもアメリカでもあってまあ私はピュアな三世でもないんですよねだからアメリカでは私がこれほど日本語を話せるっていうのはまれであって、うんえー、で ででだ私の三世日系の友達なんかは明らかにもっとあのアメリカ的ですよ。でまず、うん、日本語喋ゃんないですから喋、えー、っても <laughs> 悪い言葉で「バカタレ」とかねまあ,あのそういうような、えーまあ、半分面白,面白がって知ってるのをね使いますけれどまあとにかく明らかにあのー、まあ ちょっと話したまああっただけでもね違うっていうのは分かりますよそうですよね。いやー、まあ、そんな中で「浄土真宗本願寺派僧侶」というなんかまずはあれですかねそのちょっとケネスさんのルーツをあの振り返る旅をちょっと、はいはい、してみたいかなと思いますけど。<laughs> えー、ど,どこまで遡る,るか、まあ、ポイントはアメリカで生まれて、まあ、うどう育ってきたかっていうところと<や>、まあ、テンプルモーニングラジオですから僧侶っていう要素が、はい、なんかどういう形でそこにこう関わってくるのかっていう。 あのまあ、えーまああのー、もともとは私は、ね、多くの今の僧侶のようにあのお寺でではないしかしですね私あの仏教を勉強し始めて日本に留学してた時に日本に帰ってきた時にうちのおじさんが、えー、なんかこう僧侶、えー、とかそういうことを勉強してるのって言ってだからそのおじさんがですねいや実は我々の あのせまああの、えー、先祖の方には僧侶になった人がいるって言ってくれ初めて知ったんですね。それはまあうちはあの山口だからあの長州藩の方の流れで、えー、の明治になってもうそのなんて言いますかそういうあの、えー、まあ医者であったかあの、ね、母子であったかその辺は分からないけど一応もう。 あの職がなくなってお寺僧侶になったっていう話初めて聞いたんですねああで,でそのおじさんはだ,だからちょっとあの珍しい職を目指してるっていうことはやっぱりなんかそういう流れがあるんかなということを言ってくれて私も、うん、あの知らなかったのでそれで調べたらあの結構あの長州藩の明輪館とかで小倉っていうね、うんあの えー、学者のもいたって、その流れだということを聞いて、えー、ちょっと、まあ、あのあ誇りを持ってですね、うんあ、だから私もこういう勉強してるのかっていうのを半分、あのね、ちょっと、えー、感じたことですで。だからそれは、だけど全然私が仏教に興味を持ったって言うとは、直接はね、私知らなかったので関係なくて、実は仏教に出会ったのはアメリカです。ですね、はい それはあのアメリカの北カリフォルニアのシリ,シリコンバレー、ね、日本がシリコンバレーと言いますけれど、はい、そこに育って、えー、そこにはあの辺りには日系人が結構多くてお寺が結構あの辺りあるんですねあ<ー>ねあそっかシリコンバレーいや一回訪ねてみたんですよあのああたまたまあの行く サンフランシスコに行く機会があったので、はい、あっちの開教師の方に、はい、いちょっとなんかいろいろお寺見てみたいんですけどって言ったらいろいろ連れてってくださってああそうですかはいあの,ー、ど,のどなたでしたあ開教師のはいあのー、えっ、ー、とあの方忘れたいやいやいやあのー、あそこのバークレーで今まあ開教師っていうか<あ>本願寺派の職員でああああああ あのー、はい、はい私、ちょっと待って,も出て、はい、わ、はいはい、かりました。で、あのー、そうそう、あれはなんだっけ、マウンテンビューとか。まさにそ,そこが私のあのー、お寺です。あ、あそこ、凄まじいところにありますよね。はい。いや、凄まじいってどういう意味いや、あの、 今だと本当になんかシリコンバレーのど真ん中みたいなところ<う>まあ昔はねむしろ逆に荒野の中だったんでしょうけどそうそうあの私があのお寺行き始めて周りは畑畑であの、えー、だったんですよ,ですよ、ね、だけど今はもう一等地になってそうそうすごい地下じゃないですか<う>あそこはいもう地下は大変なところです <laughs>、えー、そうですねいやいやあのそこを見たりしてはい、えー そうですかいやだからあのーえー、で実は私はあのアメリカに10歳で渡って最初の1年半ぐらいはキリスト教の教会に通ってたんですよ。はい、この話はよくするんですけどまあ簡単に言いますとその保守派のセブンデー・アドベンテストというグループで,、うん、でほとんどにこれも日系人がほとんどで牧師さんもそうだって。で私はあのみ,みんな 人々好きだったんですけど好きっていうか牧師さんもそうですしとても親切でた、うん、だから私はその競技についていけなかったっていうことはあ,のあるんですよね。というのは全能全知の神様がこの世を作りになってなったらねなんでこんなにたくさんの苦悩があるのかと、うん、いうことをあの、まあ、当時まだ12歳ぐらいでしたけど結構 感じたんですね、うん、それででその後たまたま新しい別なところ引っ越したんですね家族がそしたら隣にその仏教会当時はいた仏教会って今でも仏教会って日本語で言うんですけど、はいえー、方がいていやーやっぱりまあ仏教行ったらどうかって言われてそちらに行き始めてまあ早い話 教義的にも雰囲気的にもほっとしたっていうかなう教えがまあ諸行無常とかね諸法まあ、えー、まあまあ句一切皆苦っていうような雰囲気そういう教義があっていややはりこの方がなんかすっきりするなと思いましたで,であとねやっぱり文化的にその,あのまあもう一つキリスト教も あの日系人が多かったんですけれど仏教界の方がが何かもっとこうやっぱり文化的にもあのまあカンフォトボーっていうかなあの落ち着くっていうこともあります、うん、だからそ,そういうだから教理的と雰囲気的にあったと言えます、うん、うんその最初おキリスト教の教会に行かれて、はい、でその後は仏教界ブディストチャーチですね。ははい、はい でもそれってそのなんか宗教を求めるっていうこととかあとそのなんか宗教との距離感っていうのはなんかどういったものだったんですかとにかくその何かを求めて教会に行ってみるみたいなことがまあみんな当たり前なのかそれともまあ今だとこうエスイスとその無神無宗教の人も。 多いと思うんですけどなんかまあ時代的なものもあるのかもしれないですけど、うん、そこはど,どんな距離感いやあのアメリカは伝統的に今まではあの教会とかそういう宗教施設に行くのがまた所属するのが当然だっていうのが強かったですね。ですからあの、まあ、最初にキリスト教の教会行く時にもその牧師さんがアメリカではね あのみんないや特に子どもさんは、えー、宗教施設っていうかそういうところにあのい行った方がいいですよとでこれが結構強いですだから、うんえー、そういう雰囲気の中であの、えー、多くの人はあのさん行っているんですよね。なるほどで,であとね <laughs> もう一つはあの、まあえー、新しくアメリカに渡る あの移民グループというかな、まあうん、私が3世だから、あのねえー、日系人が渡って、その20世紀の初めぐらいからですから、あのー、やはり一つの、あのーまあ、足場として、ですねアメリカ社会の足場として、はい、まあど,どの作戦の、ヨーロッパの移民グループも同じようにしてきたんですよね共同体ですよね。 共同体ですね。まあ共同体っていうかね、そこで、えー、はい。だから、あのー、といってあの、一般のもう長く、ね、アメリカに住んでる人も教宗教は大切である。だからそこは日本と明らかに違うんですよ。うんえー、でやっぱり子供のために宗教は大切だということはあのー、多くの人は感じるんですよ。だから日本は宗教教が子供の教育 だからね、あのに大切だという考えはとても薄いと思うんですよねうん。だからそこの大きな違いを理解してもらわないと、なんでアメリカがあれほど宗教的であるかということを理解できないと思います。はい、でじゃあ、まあそ、そういう宗教に対する距離感があって、でだから、まあ、なんであれ、キリスト教でもいいし、仏教でもいいけど、何かしらやっぱりそういうところに。 あの子供時代に行くっていうことが、まあ、大事なんだっていうのが社会のこう共通理解としてあるとはいまさにそうですはいただですねいあの最近はですねそれがかなり薄くなってるっていうのが最近ですよねこの、えー、まあ、えー、21世紀に入って、えー、ああのかなりこう若い世代の間では 宗教離れというか、宗教組織離れが、よく言われるのあるあのアメリカでは、not religious but spiritual。宗教的、宗教的じゃなけどスピリチュアルだというような人たちが増えてるんですね。うんうん、で、それも今、40以下の人たちは、あのまあ、40%ぐらい上がっていて、昔はもう、 昔というかもう70年ぐらい前、まあ、戦後直後ぐらいだったら、もうそういう人は1%ぐらいいた、ね、数,数ぐらい、今もう、それほど増えていているんですね。うん、うん。そうですね。それは多分あの、アメリカもそうですけど、多分世界的にもそういう大きな流れっていうのは、スピリチュアル・バッドノット・レリジャス。 はあると思いますので日本でも私もそれを感じながらそういう中で、あのーまあ、だからこそかえって見出される仏教というのもあるとは思っていますのでその点また後ほど話してもいい <laughs> そうですねちょっと、はい、じゃあ今日はこの辺ではい、えー、まずはありがとうございました。はい、ありがとうございます いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます番組を継続支援してくださる「TMR サポーター」を募集しています詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.「radio.templemorning.com」ドネーションのページをご覧ください ここからは音の巡礼のコーナーです全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧くださいトークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしておりますそれでは今朝も 音の巡礼へ行ってらっしゃい。皆様どうもおはようございます。私は山形県米沢市にあります浄土宗サイレンジの住職、伊藤隆信と申します。 これより、浄土衆に伝わります、光明摂取のごあさん、ご栄華をお捧げをさせていただきます。このご栄華は、この世の無常、また大切な人との別れの悲しみを歌うとともに、私たちが光あふれる安らかな浄土へ、 神田様のもとへ迎え取られる、その喜びとありがたさを歌った古い歌に、節をつけたものでございます。それでは、お捧げをさせていただきます。捧げたてまつる、光明聖主の ごわさんにひ you こともなく、とこしえかけて、やすからん。

園芸和順、維持が商名、風維持、祭礼吹き、国部民難、氷河無勇、取得公認無修来場。コロナウイルス物興者、追前増上母体。また、願川区は、三害万礼、上無縁無縁内視、北海、平等利益。それでは、皆様、どうぞよろしければ、 ご一緒に十遍の南無阿弥陀仏の念仏、四回、四回、二回と区切りまして、十回ご一緒にお唱えをお願い申し上げます。同昇十年、生ムアミダブ、阿弥陀ミダ阿弥陀アミ阿弥陀ムア阿弥陀 ナムアミナブ、ナムアミナブ、ナムアミナブ、ナムアミナブ。ナムアミダブナ,アミダブ,ナアミダブツナムアミダブナアミダブ。皆様の今日一日が、仏様のお見守りのもと、安らかなものでありますよ。 本日はどうもありがとうございましたこのポッドキャストはノートマガジン松本証券の豊条庵よりお送りしましたお経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまた「テンプルモーニングラジオ」でお会いしましょう。